はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は普通のパワコーで福水武明くん使っていきたいと思います。で、福水武明くんね、今回はねキャラ性能をね単純に、見てみたいので、高校の特色によってまあこう左右されない普通のパワコーで試していきたいと思います。で、コツの方がこんな感じですね。まあこれ前回のガチャの動画とかでも一応確認はしてるんですけど、キレ重い球打球反応と一応威圧感を持ってますと。で、折り辺でブレッドシュートで、金徳の方がこのブレッドシュートとあと脅威の切れ味ですね、選択性になってます。まあブレッドシュートは不確定ではあるんですけれども、で今回ブレッドシュートを狙っていくので、神楽坂くん脅威の切れ味ではあるんですけど連れてきてます。とあとまなみちゃんね、新キャラなのでSR プラゴでお借りできましたので、まなみちゃんも使っていきましょう。で今回ねブレッドシュート狙っていくんですけども、もうすでにシュートを持ってるんですよね。まあでももういいよ、やってきますこれで。メンタルいいね、いっぱいいるね、やろう。これ結構おいしいな。あとそうそうそう、福水はテーブルがね一応35で固有が解放されるんですけど、35だと少し火力不足感はあるかな。もう一回見てみましょう。すいませんね。こっちか。で37、40、45とね解放すれば解放するほど強くなっていくので、まあ45がね練習効果アップ20もつきますので、45まで持っていければかなり強いキャラではあると思うんですけど、ちょっとどうだろうね、癖が強いっていうか、まず脅威のね切れ味っていう段階で神楽坂くんとかね一応虹谷とも被っちゃうんでどうかなっていうところはありますね。まなみちゃんは普通に、何だった今、筋力をくれんのか最初は。あ、そうそうそう、めっちゃ速くしてんで、ちなみにすんげえ速くなりましたよねこれ。ここは監督福水、みんな一人ずつしかいないからどこでいいやん。オート早送りがね2段階までできるようになったんで、あと福水くんは前イベですね。どうしようかな、2人スタミナで、三田村くん入れてきてるのはチャレンジ要因です。先手必殺取りたいんで、やる気が下がってしまった。まなみちゃん、まずはまなみちゃんを追っていきましょう。いればしたかな。これ回復したよね。よしよしよし、やる気が戻ってきた。まなみちゃん、もうとにかくまなみちゃんを発見しちゃうのまなみちゃんだな。で、これが通常イベント、ちょっと待ってね、一応開いてはいる。通常イベント、あれこれ通常イベント載ってないんだけど待って、ああった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 。起こす、成功失敗がありますね。失敗すると体力やる気両方マイナスか。下だと、まあ、評価も上がるし体力も回復するし経験点もくれるんで、まあ、全然いいかな。安定を選ぶなら、俺はわりかし安定を選ぶからね。でまなみちゃん OK、 体力はマックスなのでほぼ、ちょっと精神は避けて、孤高のベーカリー、これがあれか。でこれ思い切って立ち入るかな、もう早くて分からんけど、まあなんかやるんだね。コツ、福水武明くん来てるね、キレは欲しい。神楽坂くんがいるんでキレが欲しいけど来んなかった。お、早い早い早い、送ってくよと。で付き合うと、うん、経験点くれるね。で、俺たちで手伝おう。早いな、進んでいくな。神楽坂くん OK、 福水も OK、 監督許可を得つつ、葵ちゃんだね。ここはどうしようか、持って帰ろう。
お、急速来てるね。まあ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 普通の感じだよね。神楽坂くんがいる。神楽坂くんの方に、あーでも三田村くんもいるのか。これ悩むな。三田村くんから低めをね取っておきたいんだよね。サンタ立川だから。ありがとう、お疲れと。さらにタック神楽坂くん、いいね。てかマジ早いこれ。オート早送りが。あれ、そりゃそろそろスバルと勝負じゃなかったっけ。まあシュート覚えてるからね。変化球はあるんで、こういうね定期的な勝負とかすぐ忘れるからね。普通のシュートで勝負だ。ちょっとずれるな、着弾点が。全く打ってこない。本気で勝負とか言ってる割には一回もバットを振ってこないんだけど。で変化球にいるけど無理だよね。立川も乗ったか。ここはデートしましょう。ちょっと普通に見る。何、俺は絶対女の子より早く来るタイプなんだけどな。少しおしゃれしてきたんだ。どこが違うか分かるか全然分かんない。これは外しにくい雰囲気だ。あー、これ一番下やるとね、なんかチームプレイバットがつくんですよね。デート1回目、髪型を褒める選球眼になる。メイクを褒める緩急のコツが1でもらえるね。でも葵ちゃんがいるからな、緩急コツは確保できそうな感じなんだよな。でもこれの方が体力は回復する。ただ評価上がらない。一番上がじゃあデート的には成功っぽいね。一番上にするか。今回デート中心でいこう。か、髪型が微妙に違うよな。可愛いと思うよ。外したの。おお。勘だったけどってね。まだ私は心の準備ができてない。向こう主導になってんじゃないか。なるほどね。球速変化球、これだからさ、福水くん解放できれば結構いいと思うよね。タッチか。タッチやっぱ強いよな。うわ、そうだ、めっちゃ減るんだ。無理だね。一回寝ちゃおう。もう投手はねやっぱり調子安定は欲しい。やる気が下がるけど、鉄骨スタミナ神楽坂くん、勝ち運リリース、勝ち運とリリース。低めは取っちゃおうか。リリース、カチューン。とりあえずキレは確保したい。玉持ち、教えてもらおう。お、やる気が上がった。いいね。ここの照り隠し、これなんかあれなんだよね。なんだっけ、あの評価が上がりやすくなるやつ、監督とかの。それをね取れるみたいなことが書いてあったんだよね。謝るで世渡り上手、自分のことも話して手応えか。手応えは俺結構欲しい系の特能なんだよね。羨ましがるはね精神が80上がるけどね、やる気が下がるね。どうしようか、世渡り上手になろう。三田村くん立川どうする。これどっちでもいいよな。まあまなみちゃんもいるしな。こっちにしよう。低めはもう抑えてあるからね。ラフパワー、ただ
体力を削られたんで練習ができない。ブレッドシュートを試す。ちょっとこれはオート早送りをなしにしよう。全然何も上がってないけど大丈夫。これは俺のブレッドシュート。もったいないよね。シュートとかもう持ってるし、ちょっとさすがに無理だな。デートしよう。デート2回目。これは勝手に進んでいく。回復はしなさそうだね。クレーンゲーム、俺クレーンゲーム得意だよ。定時連絡、現場のやつが一人体調不良。手伝いに行くよって相変わらずブラックだな。パワープロ2018よりはなんかやっぱサクスペのこの絵の方がなんか可愛い感じがするね。食べよう神楽坂くん。立川、おおいいね。強い立川やっぱり。ラブパワーも発動してるからな。で12月の3週だからちょっとこれは怪我率、あ大丈夫そうだね。変化球が3番あるけど、なんかコツください。ありがとう。でクイックはなちょっと敏捷ポイントが、これどうする。うんー丈夫な体もね、まあ、悪くはないんだけどな。全回復するのかこれクリスマスで。いや体力回復しないな。丈夫な体になろう。怪我しにくさまる、いいね。あそっか先に立川が来るんだ。だからよかったわ別に。体力減らしておいて、まあ、バッティングセンター行こう。ツリー撮影、体力36、35個だと30しか回復しないですからね。え経験点が偏ってる。筋力と技術か、まあ、別にいいけど。敏捷ちょっと稼ぐためにやっておこう。うんコツくんないね。まあここら辺は大体一緒でしょ。あとは中吉、まあ普通だね。コツ立川、取れるときに取っとこう。重い球 OK。 気分転換してもらいたいけど体力を削るよね本当。葵ちゃんはちょっと回復できるけど、メンタルにあればな嬉しかったけどな。さすがに死んでしまう。デートをしよう。ネイル、お仕事にね支障が出るからね。早いなプレゼントって。えこれも選択肢系か。3回目。上が体力回復、下が経験点。ちょっと体力を回復したいから顔はいいタオル。で葵ちゃんの金徳が終わりましたと、まあ、ここで体力をね削られないのがいいかな。牙が出てきたか。少し変化球ブレッドシュートせっかくだから上げていこう。5にはしよう。で練習にいいのがないのでデートをしていきましょう。4回目ですね。やっぱね回復が少ないとちょっとデートのあれが
早いよね。え、なになに、なんか見るんだよね。よくわかんない。大好きな彼と手をつなぎたいけど男っぽい手が気になってなかなか一歩を踏み出せません。手は小さい頃からの大工仕事の結果胸を張りたいのに勇気は持てないのです。 DJ さん、私はどうすればいいでしょうか。それなら俺は、上が体力回復対エースじゃなくて、対エースは野手だった。速球対抗心か。下がムード、ただ体力は回復しない。経験点がもらえるね。いやコツ欲しいな。あ、体力回復しねえや。上両方体力回復しなかった。体力回復は少なめだね。スタミナを伸ばそう。まあこういうキャラで体力回復を狙っていく。福光くんレベル3まで来ると結構いいね。ただコツが欲しいといえばコツが欲しい。やっていこう。根性、これはガーサボテグスがついたか。めんどくさいな。監督に直してもらえるかな。最悪サボるけどね。やろう。打球反応、おし、とりあえず治った。とりあえずは治った。でバレンタイン、料理がすげえ苦手。材料組み立てた。お菓子の家、最大値上がって体力は回復する。もう経験点はもらえるね。ここで結構偏ってるけど、ただ筋力ポイントが少し溢れてきたかな。用もない。あ、これでね、監督評価世渡り上手でどんどん上がっていくからね。あれ、合宿次だよね。これは寝よう。ダブルタックとか来ないね。ただ葵ちゃんもすごいよね。変化球ポイントはマジですげ。単独タックでこんだけくれんだよ。まあ、パワコンはね、練習補正が少し高いからっていうのもあるんだけど、福光くんも悪くはないよね。ダブルタックだよね。でもこれ来たら。あ、最後が来なかったか。合宿はね、3回タックができるかどうかでちょっと変わってくるからな。まあ何もないんでメンタルしときましょう。コツ、んー、どっちだこれは。まあどっちもいいや。とりあえず葵ちゃんから緩急が欲しい。練習か。神楽坂くん尻上がり、教えなーい。俺のブレッドシュートが火を吹くときが来たか。ブレッドシュートってどんなん。こっちか、シュートだから。ちょ待て、あぶねえ。なんか割と当てられるね。1種類しかないからね、変化球が。今っとこシュートにしては変化量高めかな。あ、でも5あってやる気マックスだからこんなもんか。投手討論、コントロールはもうちょっと無理だよな。デート終わらせちゃうか。じゃあご回目、
ものづくり体験ワークショップ互いにプレゼント。これ超不器用だからね、写真立てで勝利の星、テーブルセットで必殺火消し人。どうしようか、火消し人とか俺いないからな。そういえば火消し人を取ろう。折りたたみ式リクライニングチェア、これじゃ壊れるな。まこれでもかなりつかめたな。死んでしまう。寝よう。よし、やる気を上げてくれたのはまあ嬉しいかな。急速結構来るね。っていうか上げとかないと。今回必殺火消し人だから、まあスタミナはそれなりでいいか。150にしとこう。変化球だね。これは回復する。まあここはコンピューターにお任せしましょう。オリジナルせっかくだから、じゃあ7まで上げよう。吸収は2種類かな。取られてんな。自責点2か。ただそれでもめちゃくちゃ評価上がるな。キレがなー、もらってないからなー、きついんだよなー。緩急ももらってないからなー。 8% かー、5% か。どうする？こっちか。まあ、無理に狙う必要がないかな。そうそうそう、こういう時なんかいいのが来るかもしれない。立川か、結局また。筋力結構使っちゃってるからな。はい、福水さんのタッグオフもせっかく入れてきたんだ。よく分かんなかった。三田村くん、ちょっと待ってね。三田村くんはクイックはもうマジで無理だから、変幻自体137か。ちょっと技術めっちゃ使うね。思い玉尻上がり根性、ここら辺取っとこう。玉持ちも取っておこう、神楽坂くんのために。必殺火消し人3であれば全然直撮り OK だね。でここでいこう。逃げ玉、こいつ逃げ玉も持ってんだ。いけ、体力奪われた。まあ、何にもないから寝ちゃいますか。結構チュンチュンくる。練習つけよう。何にもない何にもない、やることがない。スカウトさん評価上げとく。いや、次の練習に備えて勝負だ。やべ、変化球、おー、ダブルタックいいね。スカウトさんもいるし、何にもない何にもないよー。何にもないときはメンタルで体力温存。牙が来なかったね。おつ、どうする。闘志とかって直撮りしちゃいたい気もするんだよね。そうすると逃げ玉を取っておく。闘志どこだっけ。葵ちゃん闘志があるからね。野球マン1号バージョンだと緩急をちょっと確実につかみたい。いいよし、ありがとう。
田村くん、ちょっとそうか、進みが悪いけど7月中に行けるかな。あと三田村くんだけ、多分前にあと4なんだよね今回で、試合には勝ちたい。まあハブでいいか。スタミナが全然ないからな。お待たせいたしました。2番、打てるときに打つ。小田切くん C あるから、やばい、危ねえ。スプリットを引っ掛けるとこだった。岡部くん、俺全然ダメだ。矢部くん、やべえ。サクスペだったらね、まあこうやってちょいちょい打てんだけど、パワーフェスとかになるとね、まあ多分ロックオンが効いてるからね、サクスペは打てるんだろうけど、ロックオンが外れるとマジ全然打てないからな。神楽坂くんのコツ、ワンタック。神楽坂くんのコツだな、キレをください。よし、ありがとう。福水くんがちょっとあれだったね、くんなかったね。まあこれはさすがに無理だな。ネオほんとチュンチュンばっかだな。脅威の切れ味、これもう一回必要、もう一回必要だね。守備練習がやっぱりな、敏捷ポイントをちょっとでもくれる人を一人入れといた方がやりやすいね。パープル先制のチャンスです。ワンアウトランナー、こいつ強くね、普通にミート打ちしたけどさ、ミートが小さすぎるからな。こいつも強くね、初球打った、見ました、これでツーアウト、ランナーは一塁二塁。え、パワーみんなあるぞ。ちょ待って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 、よし、なんとかなんとか抑えてる。菅原が強いマジで。いいねー。さあ、これで下位打線が弱いんだな。補填、小田切くん、小田切くんも下位打線に入ってる。打ちました、初球打ち、ヒット、小田切タイムリー、今日初めてのヒットになりました。初球を取って、これで3アウト。おー、ヒット2本に抑えた、完封した。やばいやばい、三田村くんが完走できない。福水、いやダブルタックはでもね美味しいよね。守備練をしないといけないんだけど、うわ三田村くん完走できなかった、マジか。コツ、いや一回守備練やっとこう。マジですか、パワフォーで完走できなかったか。いや前にあと4とはいえ、まなみちゃんが後だからね、変幻自在取って、脅威の切れ味取って、火消しにも取っとく、金徳系は抑えておこう。タイピン1は欲しい、ちょっと葵ちゃんがちょっと重かったのかな。そうすると投手討論ってどっちだっけ、前だっけ後だっけ。投手討論も後だったら少しイベントがやっぱり圧迫されてるか、やる気が全くない。暁守とね、友澤もね強いんだけど、タックタックじゃなくてコンボがあるから、ただ重くなるっていうのがねあるからね。暁守も友澤も結構イベント数は多いから、
球外します。第2球投げた、一応まだ俺は投げてるね。2点取られて4回だけど、このスタミナ量だったら変えられてもおかしくないからな。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面でウド、第2球投げた、打ちました、アットバット取りました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。初球打ってきた、頭上を越えた、クリーンヒット、パープル1点入りました。パープル、おー、福水竹明くんが投げてたね。コントロールか、どうしようかな。ちょっと精神して最後の練習の変化球タックにかけよう。ちょっとスタミナ E は欲しいよね。やべは狙ってこう。ツーアウトランナー2塁という場面で待て第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げました、これは見送ってボール、外れてワンボールワンストライク。第3球を投げました、見送ってボール、カウントはツーボールワンストライク。投げました、どうだ、これはいった、よしよしよし。パープル追加点のチャンスです。ノーアウトランナー2塁という場面で、やっぱりねミートがね小さすぎてもね打ちづらいんだよね、当たり前なんだけど。第2球投げました、だったらね矢部の方がねホームラン打ちやすい、宇都と矢部だったら矢部の方が打ちやすいっていう。ストライク、アウトコース厳しい球でした。第2球投げました、打ったり当たりだ、フェンス直撃、三塁ランナーホームに帰る。おーおーおーよい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 よ、チャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面、2位の矢部が二塁にいるか、さすがだよな矢部、ほんと矢部はね、いいと思う。どうしよう、バントしよう俺。ギャー、神楽坂くん、ゲッ、ウエストしてきやがった。マジか、4番ウド、それ三振ブンブン丸だからな、そうなるよね。ここは歩かされます、左バッターボックスは4番、あれ岡部くんになってるよ。第9投げた、初球送りバント、ゲーアウトだった。こういう慣れないことするもんじゃないな、全く普通に打った方がいいわ。送りバントとか普段やんないからね。最後変化球バンタックだけど、まあタッチだからよくしよう。ここもちゃっかりいきますか。カーブタイピン1、クイックとかね結局無理だったね。あ、一応の金徳は取れてるから大丈夫か。三田村くんのな先手必殺な、まあ、でもチャレンジで結局ね投手2人作んないといけないから、まあその時に取っていきましょう。パワフル先制のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で赤井、今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げた、ボール、ここはよく選びました、カウントは2ボール。第3球を投げた、見送ってストライク。カーブはちょっと、カーブフォークは嫌だ。次は4球目投げた、打ちました、ヒット、外から内に入ってくるね、スライダーとかシュートとか、これで2打数俺の中では狙い目。投げました、ストレートはボール。第2球投げました、ボール、わずかながら外れています。カウントは2ボール、投球はこれから3球目、打った、ライトへの打球、これでゲームが動き始めました。矢部くん、まあ、ちょっとミートを開いていく矢部くんだけど、虹谷は本当にやだ。投げました、アウトロー際どい球、ボール。さあ次の投球、ボール、カウントは2ボール。第3球、ここだ、ストレート、打った、痛烈な当たり、レフト前ギリギリだったな。やべ、ピットを放ちました、初安打。初球から打ってった、おお、ファールか。初球ファールから投げました、あっと引っ掛けた、しまった、カーブ振ってしまった。アウト、しかもゲッツーだし、
最後だ。パワフルサヨナラのチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で、もう西谷は降板している。超越した気迫と気迫のぶつかり合いになっています。バントはしない。打ちました。普通に打つ。サヨナラ。さすがだね、夜渡り長津くん。必殺火消し人。中継ぎ。おお、またまたまた大工仕事。紹介したい男がいる、まあ、確かにね、プロ野球選手ドラフト1位だったら十分でしょう。ケケってすっげーくれんな。120もくれんの。経験点系のキャラだね、まなみちゃんは。まあパワーコーなんでこんなもんでしょう。で、じゃあカーブをちょいちょいと上げて、球速も上げられるだけ上げたい気がする。精神がやたら余ったな。タイピン取ろう。あとは緊急登板取ろう。ほか、こんなもんか。もう無理だもんね。まあこんなもんでしょう。という感じでですね、まずちょっと彼女キャラの方のまなみちゃんは、ま、体力回復が少し少ないけど経験点が多めなのかな。クリスマスが偏ってるね、2つだけだったんで。で、福水くんはね、今35で使って、まあ悪くはないんで、まあ、解放すればね、タックが上がるし、45になれば練習効果アップ20がつくんで、45になればね、結構強いと思います。で、あとはブレッドシュートをどうするかというところですね。脅威の切れ味だとね、他のキャラとどうしてもね、結構かぶっちゃうんで、まあ、編成に頭を悩ませるかなという感じですね。まあ、ただ、福水くん単品で見たとき、まあ、やっぱ解放だね、解放した方が、まあ、強いんですけど、今のところは多分35でしか使えないよね。まあ、あの PR でもらったやつを1個ぶっ込んで、まあ、上限解放するとか大丈夫博士像を使うかっていうのもあるけど、まあ、そこまでのキャラではないと思うんで、まあ、取れるときに、取っておいて後で解放するっていう感じになるかな。まあ、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。